はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロー and チャットコメントプリーズ。 YouTube も持っております。この Twitch でのライブ、2日後、25日21時頃に YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channelチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで10月4週からということですね。10月4週は完全に秋競馬ということで、10月5週にはブリーダーズカップや秋の天皇賞などありますし、楽しみですね。送り人ルーラーシップがまだ、もう休勝してるから、これは金札か。そして菊花賞オルフェーブルが、3冠達成、リーチをかけております。果たしてオルフェーブル勝つことできるのでしょうか。ちょっと距離がギリギリなんで、そこは気になるところですよね。ネクスト行ってみましょう。EP テイラーステークス、アマノ iPhone 一番人気、競争得点じゃない、レーティングは130で圧倒的です。モアホライバルはモアフォーエバーとハーモニアス。レース行ってみましょう。ウッドバイン競馬場 G1 EP テイラーステークス芝 2000m です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。オレンジエイトラックス前に行きそうです。オリオールフラッグ、それに続いていますエリザベスウォール。どうやら後方からの競馬、もう一度先頭からモアフォーエバー先手を取りました。オレンジの帽子ネバーテンダーフット、その後ろ、その外にアメリカンドロール。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。その隣にテンパレンスギャルズ、オレンジエイトラックス、そのうちに続いています。さらにはシーカーパーシブ、その後ろにオリオールフラッグ、その外からハートオーウス、内からはヒルエーシェント、後ろからの競馬になりました。アマノアイフォン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにボールドサバンナ、並んで3番ハーモニアス、フォーマルハウトヴィンテージ、すぐ後ろしんがりからエリザベスウォール。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度10番モアフォーエバー、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてモアフォーエバー、アメリカンドロール、ほとんど差がありません、ネバーテンダーフット、3番手アマノアイフォン、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。立ってきてるかな。アマノアイフォンカーブして直線コースに入りました。アメリカンドロール先頭、外から勢いよくアマノアイフォン、ここで先頭はアマノアイフォン、先頭に立ちましたね。さあどうだ、アマノアイフォン2番手抜け出した。ハーモニアス、アマノアイフォン、この馬で勝ちました。先頭はアマノアイフォン、1着でゴール、2着はハーモニアス、3着にネバーテンダーフット。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
マインシャフトとアマのアイモードじゃない、iPhone の子があれだ、カナディアン国際ステークスオーケンブルー3登場です。オーケーブルース3はもうキーフだ取ってるので、これダイジェストでいきましょう。一番人気かとはいえ、まあ絶対とは言い切れないですよね。まあダイジェストです。ウッドバイン競馬場 G1 カナディアンインターナショナルステークス芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。どうだ、届くのか。先頭残り 200m を通過して、差が詰まる、切れるか、差し切れるか、いや差した、勝ちました。オーケンブルース3なんとか差した。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オーケンブルース3、まさしく日本が世界に誇れる馬です。チャンピオンステークスルーラーシップ登場です。イギリスチャンピオンステークスルーラーシップ登場です。一番人気118、トレジャービーチがちょっとライバルですが、138、ラジザマンが120か、抜けてはいますね。でもルーラーシップってもう金札確定したんじゃなかったっけ。ダイジェストいきましょう。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラジサマン先頭、前に上がってきた。ルーラーシップ先頭はルーラーシップ先頭になったが、内側も来ているぞ。先頭は依然としてルーラーシップ、いや抜け出したか、レインドリーム勝ちましたね。ルーラーシップ、はい、しっかり1着完勝。2着はレインドリーム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。10個目の G1 タイトルとなりました、ルーラーシップ。クイーンエリザベス2世ステークスフランケル登場です。クイーンエリザベス2世ステークスフランケル1番人気、2番人気シュリス・デゼーグル来たか、強いですね。127あるんだ、シュリス・デゼーグル。一騎打ちムードですね。他エクセレブレーションもいるが、行きましょう。レースです。アスコット競馬場 G1クイーンエリザベス2世ステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。ナポリコンポージャー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナポリコンポージャー行きました。続いて前へ行くのはプランケ、さらにはシュリスデゼーグル、古豪キュアノスヘルプ、その後ろ先頭はプランケ、短期の逃げに持ち込めるか。その後ろからはバーバリスラ、直線競馬ですね。その外からトップオブザルークス、キャロルウッドティップ、そのうちに続いています。これに続くのがドリームザブルース、その外にアライブアルベル、内からはティスディクテイター、これに続いてエクセレブレーション、すぐ後ろにマニナソフトリー、内からはムーンライトクラウド、その外にベストインセール、内からはアプローチルイ。ここまでほぼ平均ペース。さあもうシリスデゼーグルもすぐしぴったりとマークしてますからね、安心はできないです。先頭に戻りましょう。依然として先頭は G15 勝フランケ、勝ち星を増やさないといけない。ここまではいい感じなんですが、シリスデゼーグルに追撃を防げるか。さあ詰まらない。フランケル先頭です。これは強い。まま押し切るか。2番手はシュリスデゼーグル、力強いスピード、フランケル完勝、圧勝です。シュリスデゼーグル3着にエクセレブレーション、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。シュリスデゼーグル相手に影を踏ませぬ処理でしたね。これで今6勝って書いてたっけ、5勝か、あと2勝ですね。レーシングポストトロフィー天野 AKB 一番人気。 AKB って G1 何勝だっけ。あ、でもまだか、これ2歳戦だからこれからだよな。キャメロット、G1 ですよね。レース行きましょう。ドンカスター競馬場 G1 レーシングポストトロフィー芝 1600m マイル戦、2歳の G1 戦です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダンシングティファニー、これは好スタート。これは直線競馬です。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフルバスキャバーン、花に立ちます。その後ろからはダンシングティファニー、この馬も上がっていく構えです。さらには天野 AKB 1番ノベリスト、その後ろ先手を取ったのはフルバスキャバーン、その外からエスティメイト、これに続いてポーリングモントレー、その外にサマレックスチャイムス、その外にルカヤ、その外にスピードシェーディ、アラバマサモーク、そのうちに続いています。並んで7番デッキグライド、内からはオークオデッセイ、その外にイベリアブラッシュ、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。内からはオーピーサジタリアス、さあ先頭は依然として10番フルバスキャバーン、2番手は天野 AKB、 これは絶好の手応え、エスティメイト3番手。あ、でもなんかもっとすごい素足馬がいる。ここで先頭はキャメロット、キャメロットに引き離しにかかる。あと 200m、 キャメロット引き離された。さらに引き離していきます。2着争いか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天野 AKB、 3着にノベビスト、勝ったのはキャメロット、見事な勝利です。ちょっと残念、一頭強い馬がいたって感じですね。さあ国内に戻ってきました。アイビーステークスクラブは凱旋キングズですが、まあ黒三角1個のみだからちょっと厳しいな。飛ばします。そして富士ステークス天野初音ミク一番人気となっております。前回 海外 G1 を勝利してますね。ですよね。
ただ印がね、本紙白三角と意外と良くないんですよ。ダイヤハルコンか。初音ミク確かもう金札確定してるはずだから、まあ、いいんですけどね。ダイジェスト行きましょう。東京 G2 富士ステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。プラウドサイクル先頭を伺う勢い。天野初音ミク先頭、プラウドサイクル2番手、手応えはどうか。あと 200m、 さあ後方は後続はまだ後ろ。天野初音ミク、いやこれさあつまらないな。このまま押し切るか。強いわ。2番手はダノンカモン、天野初音ミク完勝ですね。強い天野初音ミク圧勝ゴールイン。2着はダノンカモン、これが G1 馬だ。天野初音ミク、危なげなかったですね。早めに抜け出、直線早めに抜け出して、これやっぱりトライアルだったんだ。マイルのさあブラジルスカップ山のつぼみ登場、リリーロスさん登場。山のつぼみ一番人気、クラブは凱旋カレーナル、凱旋別にが出てきますが、カレーナルは本紙丸ですね。雨を強いグリグリとなっております。2番人気はインターストーンですが、ダイジェスト、東京オープン特別ブラジルカップダート 2100m です。第4コーナーをさあもう早くも先頭コースに入りました。天野つぼみ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。内で食い下がる凱旋カレーナル、残り 200m 後続を引き離しにかかります。天野つぼみ力来ているがカレーナルか。あれこのまま押し切るか。2番手は凱旋カレーナル、天野つぼみカレーナルの2着だ。段違いの強さです。2着は凱旋カレーナル、3着に日本ピロアワーズ、これは桁外れの強さだ。天野つぼみ強かったですね。天野つぼみオープン特別だったら勝って当然っていう感じかな。何もなかった。東京なんでこれ菊花賞なんで、次は菊花賞です。オルフェーブル登場、三冠がかかります。何でしょう、ギュスターブクライ6番人気でも、なんか他に強い馬がいるんだよな。ベルシャザール、ウィンバリアシオンあたりが怖いんだよな。あでも対抗はベルシャザールで、オルフェーブルはグリグリですね。ゼソ凱旋門賞で9着大敗して、中1周での結構詰まったレースになりますが、この辺がどう影響するか。ギュスターブクライどうなんだろうな、当たってんのかな。まあ一応見とくか。ギュスターブクライ白三角ですけどね、当選ラーとかぐらいだろうな。ウィンバリアシオンですよね、怖いのは。距離適性はウィンバリアシオンの方が合うかもしれないというとこです。では行きましょう、運命のレースです。ボバ三冠がかかります。ジ・オルフェーブル秋の
G1 クラシック最終戦菊花賞3歳ボバクラシックです。京都競馬場芝 3000m で行われます。オルフェーブル果たして勝ってボバ3冠成し遂げられますでしょうか。クラシックの最後を飾るのは菊花賞、舞台は淀の芝 3000m。 3冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。今年は三冠オルフェーブル距離は上限3000ギリです。歴史的な瞬間をしっかり見届けましょう。さあ最後は大外枠のナスラムサミング、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。オリーブクエアック前に行きそうです。ナスラムサミング、それに続いています。さらにはスマートロビン、6番マイアミスワロー、その後ろマイアミスワロー先手を取りました。その外からマイクロガンナー、その後ろからはユスターブクライ、その隣にエルエベレスト、エアギャレット、この馬もこのグループ、エルカイザー上がっていきました。黒の帽子ダノンバラード、その後ろ、その外にアフリカンウインド、その外にサダムパテック。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。これに続くのがトザターゲット、並んで漆黒の馬体トーセンラー、すぐ隣にオーシャンブルー、内からはウィンバリアシオン、並んで前哨戦の勝ち馬ベルシャザール、一番後ろにオルフェーブル。オルフェーブルは最高ですね。もう一度先頭から15番オリーブクエアック、一気に先頭に立ちました。すぐ後ろにナスラムサミング、これに続いてスマートロビン、少し間が空いてマイアミスワロー、並んで13番の展開かサダムパテック、その横にエルエベレスト、その横にマイクロガンナー、その外にユスターブクライ、並んで12番エアギャレット、その横にトーセンラー、ダノンバラード、そのうちに続いています。その外にキットザターゲット。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。先頭は依然としてオリーブクエアック、ナスラムサミング、ほとんど差がありません。スマートロビン3番手、まだ最高峰オルフェーブル、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はナスラムサミング、なんか差が詰まってきた。決着をつける時が来た。オルフェーブルどこだ。先頭外だ。外からオルフェーブル、一気に先頭へ踊り出た。先頭はオルフェーブル、あと 200m、 2番手はトーセンラー、とてつもない強さ。オルフェーブル今ゴールイン、三冠達成です。2着はトーセンラー、3着にウィンバリアシオン、オルフェーブル三冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。ウィニングランです。強かったオルフェーブル、最高峰から一気に直線外を突き抜けましたね。黄色のボー君オールフェーブル、キザレベルアップ。そしてで、新越ステークス天野蓮舫は片野マイガール2頭出し、本社多めは片野マイガールの方か。先方的には前が有利かな。でも2ゲーム3といるか何とも言えないですね。ダイジェストいきましょう。新潟オープン特別新越ステークス芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、名勝バード先頭、外から勢いよく天野蓮舫、残り 200m を通過して先頭は変わって天野蓮舫、
2番手はストロングリターン天野蓮舫。なんとか勝ちましたね、天野蓮舫。2着はストロングリターン、3着にダノンヨーヨー、1番人気に応えました天野蓮舫、見事です。そしてタイブリーダーズカップがあるってこともあるんで、あ、でもブリーダーズカップよりなんか王位の JBC も出るし、秋天は4頭全部出るんで、それを含めて、ね、激戦になってるみたいですね。サンステークスなんかも出ますんで、ゲド戦記春走労働者。さあ、ゲド戦記と春の一騎打ちムードとなります。そして地下製サンバボーラス賞金1億グランプリボス、なんと G1 2着になってますね。これどこが2着だったっけ。 NHK マイルカップか、クラシックじゃなかったんですね。距離が短すぎるやな、マイラーだもんなこの馬。むしろオーラ三冠馬以降、銭にあったですね。ゲームオンデュードワイズナーはやっぱり強い。G1 取った、 G1 取ってる馬ってゼニアッタしかいないんですよね、前走。海外 G1 7勝手になってるけど大丈夫かな。ゼニアッタですね、 G1 16勝となっております。最上位ですね。そして天皇賞秋は天野ゲド戦記がトップ、新フラッシュ天野ハウルとなっております。サンステックスもあります。天野アラフォーですね。で、10月5週なんで、これはヘビロテも含めて絡むのはしゃあないのかな。いや、どうなんだろう、ヘビロテ。いや、ヘビロテ悪くはないけど、放牧で諦めましょう。ちょっと競合を避けます。そして女子会ファンタジーステークス、
アリエッティが白富士なんで、これは一周放牧で、ゴルシがクリテリウムドサンクルにもう出ますね。騎手はちょっと心配ですが楽しみです。海猿がデビュー、ケオンがエミレーツ、ケオンは G1 秋華賞で初めて取りまして、その勢いで海外 G1 も初で挑みます。なんか で、マイガールが、いや無理でしょう、2100万なのになんでジャパンカップ死亡するんだ。まあ、とにかく休むけど、10月11月4週以降に、まあ、このレース出ときゃいいんじゃないの。いやちょっと待って、チャレンジカップとかかな。まあ メンツによりますけどね。でもオープン特別ですら苦戦してるからな。フランケルはマイルチャンピオン、まあマイラーなんでこれで OK でしょう。挑んでいきたいと思います。今フランケルは6勝なんで勝ち取ってあげたいな。でも送り人いるし、送り人でも13勝か。送り人は長いな、距離が。ブラックキャビアも同様長い。送り人ブラックキャビアダメです、あの出しちゃダメだ、距離が違う。送り人放牧してるんだ、ブラックキャビアも。いやー出しちゃダメでしょ、距離長いよな。まあ、この辺は多分調教から帰ってくると思うんで、放牧から、その時に見直しましょう。そばにいるねも出るんだけど、これはまあこれはマイル合うんだよな、合うんだけどどうしよう。精神力 S だから海外出てもいいんですけどね。ここも出せないから、ここかな。ん、あダートもいけるや、そばにいるね。じゃあメンバーだけど、今のとこそんなに重いメンバー出そうにないから出しちゃいましょう。でカレンちゃん、カレンちゃん遅めですね、4歳か。まあ持てば、寿命持てばいいんですけどね。そしたらマノグー、なるほど、これは一周終わった後一周放牧で、でルーラーシップは有馬ですか。有馬ちょっと距離が長いか、有馬じゃないな、出すレースは10勝上げているので金札余裕です。ちょっと出すレースを考えてやらなきゃいけない。宝塚取ってるんだろう、これ普通に考えたら。ここここいけると思うんですけどね。一応チャレンジしてあげましょ、チャレンジしましょう。それにあれですね、うん、2周放牧かな、多分調子も上がるだろうし。でブエナビスタは19勝。初
ツネミックが発祥、芝で発祥だからこれで OK ですね。ちょっと襟状は長い距離が、なので襟状じゃないな。12月1周から距離は芝のみなんで、ここがいいんじゃないかな。トゥルースもいいのか、まあでもここですよね、普通に考えたら。以上は出ない一周放牧。花盛りは船橋、距離は全然問題ないんで放牧。ラキスタが、まあ調子は上がってきてるんで、晩成っていうこともあるんで、要注目ですね。でニコニコが重症、リシマイル、でイナバウアーはエリジョか、距離はいいんですけどね、調子だよな問題は。他に出るべき馬がいたらちょっと譲りましょう。金札達成してるんで。エネルーパ、ヒンバか。エネルーパ本来であればエリジョで出してもいいんですけどね。エリジョ出してみる。いや、これダートバか。ダートバじゃダメですね。フェイトが空き点。空き点か。空き点じゃないような気がするんだけどな。ん？これちょっと放牧気味じゃないの？調子落とし気味な予感がする。72,600か。ダートもいける。花盛りが出てる。エリジョってのまあいい手ではあるけどな。中一新聞杯行くか。で一周放牧。でキャンキャンが今週で、ゲド戦記はもう金札確定。スマートハルコンは14勝上げてるんで全然大丈夫ですね。調子は放牧明け、これから上がってくるとこなんで放牧はしません。でハウル、ちょっと調子落ちてるね。なんでで、ブログもテーナが福島記念あと冬ソナだけど、冬ソナ放牧してるか、ここまでか。では行きましょう。ネクスト BC フィリー、
はい、BC フィリー&メアターフにブエナビスタ出走、1番人気140、圧倒的だな。ブエナビスタも金札決めてるし、そんなに重要なレースじゃないんで、サゴラは強いけどな。リブセーバーもいるが、このまま行きましょう。ダイジェスト、サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと先頭ですね。もうブエナビスタ、ブエナビスタ先頭です。引き離すのみ圧勝です。レイムセイバー完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 7連勝、牝馬限定の中距離戦ならもう無敵ですね。ついです。おカレンちゃんか、短距離戦ですね。BC ターフスプリントにカレンちゃん出走、1番人気124。ちょ、次がオムリットイタジャラかと考えると、あんまりレーティング的には強い、まあこのレースは出ていないんでチャンスだとは思います。ではレースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップターフスプリント芝 1300m の短距離戦です。スピード自慢たちがさらなる高みを目指します。芝の最強スプリンターに輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップターフスプリントまもなくスタートです。スタートしました。カレンちゃん好スタートを切りました。プロフィートミント、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカレンちゃん鼻に立ちます。その後ろからはプロフィートミント、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンライズカンディア、13番ミュージカルロマンス、その後ろカレンちゃん先手を取りました。少し間が空いてカリフォルニアエクスポ、各馬サンタニタ名物のヒルサイドコースを一応カーブあるんですね。さあ先頭はまだ G13勝カレンちゃん、2番手はプロフィートミント、カリフォルニアエクスポ、3番手さあカレンちゃん、このまま逃げ切れるでしょうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。カレンちゃん先頭。さあこの海外の場所っていうのがどうなるか。カレンちゃん逃げ切るか、悪くありません。前を捉えられるか。残り200m を通過して内からこらえている、カーサネタ差し切った。オムリットイタジャラ、オムリットイタジャラ1着、2着にはどうやらカリフォルニアエクスポ、3着にカレンちゃん、勝ったのはオムリットイタジャラ、見事な勝利です。厳しいな。BC マイル天のヒーローです。1番人気。ヒーローって何勝だっけ。カンフォードクリフス、ロードからのはカレージャスキャットは怖いですね。ロードからのはクラブバーになります。なんでこの馬が多い。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップマイル芝 1600m マイル戦です。ますますヒートアップするブリーダーズカップで、今度は芝のマイル王者決定戦ブリーダーズカップマイル、世界のベストマイラーたちが頂点をかけて戦います。いよいよ発走です。
スタートしました。サスピシャススウォード好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくサスピシャススウォード行きました。続いて前へ行くのは天のヒーロー、さらにはグラビオラスコモンズ、漆黒の馬体グレードレケール、その後ろ先頭は天のヒーロー。短期の逃げに持ち込めるか。並んで6番リズミックインク、その横にロードカナロア、コートシップリムローズ、すぐ後ろ向上面に入っていきました。その後ろからはカレージャスキャット、コンチネンタルスカウト、それに続いています黄色の帽子ルームアミーラット、その後ろその外にイマジンエフォート、その隣にゾファニー、これに続くのがカンフォードクリフス、最後方にアスリーオールウェイズ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はグラビオラスコモンズ、ここで先頭が入れ替わりました。天のヒーロー、なんか大まくりしてますね。2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天のヒーロー先頭、残り 200m を通過して、これかわされるな。追い上げてきた、カウフォードクリフス抜けた。2番手はカレージャスキャット、カウフォードクリフス1着、2着はカレージャスキャット、勝ったのはカウフォードクリフス、見事な勝利です。マノヒーロー6着に敗れてしまいました。さあ BC クラシックゼニアッタ出走です。さて BC クラシックゼニアッタ出走、1番人気、2番人気ゲームオンデュード、3番人気ワイズダンと有力馬が揃っております。ワイズダンよりドロセルマイヤーとかの方が強いのか。ゼニアッタ120しかなく、ゲームオンデュードですね、レーティングトップは。追い込みなら多少不安ですが、勝ってほしいところレースです。サンタニタ競馬場 G1、ブリーダーズカップもいよいよメインレース、ブリーダーズカップクラシックダート 2000m にフランケルが挑みます。フランケル、アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ今年のクライマックスブリーダーズカップクラシック間もなく発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。シドニーズキャンディー前に行きそうです。ティズウェイそれに続いています。さらにはゲームオンデュード、 G1 馬ケアミスペール、その後ろシドニーズキャンディー先手を取りました。これに続いてゲームオンデュードが前に行きますね。ジェネラルクォーターズ並んで11番ゲームオンデュードかな。ゲームオンデュードか、すぐ後ろフラットアウト、その内に続いています。ニエキリオネアオっていうのかな。すぐ後ろにファイズダン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外にノンアールホリデー、赤の帽子ドロッセルマイヤー、その後ろ最後方にゼニアッタ、そうです、ゼニアッタ最後方なんですよ。大丈夫かな。ちょっとコース取り苦労してますね。先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。10番ゲームオンデュード一気に先頭に立ちました。前はゲームオンデュード、ティズウェイ、ほとんど差がありません。ウェルアームド3番手、ゼニアッタまだ来ない、後続も。さあゲームオンデュードが先頭に躍り出た、届くのか。さあ中を割っていったが、ちょっと差が200m を通過して、ゲームオンデュードアドバンテージを広がりすぎている。2番手はゼニアッタ、ゲームオンデュード届きませんね。完勝。2着はゼニアッタ、3着にワイズダン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。さあ JBC レディースクラシック天のキャンキャンです。1番人気、あ、天のグーも出てます。あとクラブバーグイセンユネカ家内にラベリータも出走となりますが、
さあ、天のキャンキャンが1番人気、天の宮2番人気です。天の宮、うん、まあこの輪でいいか。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 JBC レディースクラシック牝馬限定ダート 1800m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ミンクエージェント、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくミンクエージェント行きました。続いて前へ行くのは天のキャンキャン、さらにはゴーホードルチェ、5番凱旋夢叶え、その後ろ先手を取ったのはミンクエージェント。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。少し離れてラベリータ続いています。これに続いてグラブプレイス、オレンジの帽子ブルートブルース、その後ろエイシンクールにすぐ後ろ並んで11番ウィンドプライファルビート、そのうちに続いています。一番後ろに天の宮、宮は最高王か、まあ追い込みだからな。もう一度小号ミンクエージェント、一方依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはゴーホードルチェ、その隣にラベリータ、内からは凱旋夢叶え、は第3コーナーのカーブに差し掛かりました。うちにいますね。先頭は依然としてミンクエージェント、2番手はゴーホードルチェ、凱旋夢叶え、3番手連勝中の天の宮、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって天のキャンキャン、天のキャンキャンだ。3馬身引き離す、あと 200m、 天のキャンキャン余力は十分、さらに引き離していく。2番手は凱旋夢叶え、天のキャンキャン今ゴール、段違いの強さです。キャンキャン強かったな。微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のキャンキャン。3連覇か。3つで 1.5 勝分ですよね。 G1 JBC スプリント天のラキスタ登場、1番人気、クラブは凱旋空船も出てまいります。2番人気は金正コンコルドアウトクラトールか。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 JBC スプリントダート 1200m 電撃戦となります。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。紅葉がすごい。これはいいスタートを切りました。ブレイクグランプリ、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通り花を切ったのは天のラキスタ、続いてブレイクグランプリ、大方の予想通り先頭に立ったのは天のラキスタ、その後ろからはラブミーちゃん、黒の帽子イブニングエーテル、その後ろその外からガーデンカクタス、その後ろにドスライス、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として連勝中の天のラキスタ、2番手はブレイクグランプリ3ボストン、3番手さあ天のラキスタ逃げ切れるか、4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のラキスタ先頭、まだ持ったまま、3マシン以上さらに突き放します。さあ詰まりません。後続は大きく離れました。ぶち切った。ラブミーちゃん、天のラキスタこの馬で決まりか。勝ちました。天のラキスタ今ゴールイン、段違いの強さです。圧勝でしたね。ラブミーちゃん、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のラキスタ。あ、初のこの JPN1 ですが初のこのビッグレース制覇なんだ、天のラキスタは。よかったな。交流重賞健康一滴はちょっとリスクあるからな。
JBC クラシック型のインサイトですが、これ3番人気か、1番人気フリオーソ、2番人気マコトスパルピオ、これは強いからな、凱旋ゲリラーメンもいますが、まあ、一応上げとくか。さあ型のインサイト先方を見直しといきたいところだが、見直さなくていいよな。ダイジェストです。大井競馬場 JPN1 JBC クラシックダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。クリーンオート先頭、内からぐんぐんとマコトスパルビエロ先頭、あと 200m マコトスパルビエロさらに足を伸ばす、マコトスパルビエロ先頭、マコトスパルビエロ先頭だ、先頭はマコトスパルビエロ1着でゴール、2着は凱旋ゲリラーメ、3着に型のインサイト、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはマコトスパルビエロ。ゲリラーメの方が先頭したな。まあインサイトでもまだ3歳ですからね、あんまり壁になった印象はないけどな、もうちょっと伸び足が良ければな、突き受けられる足があれば壁なんか関係なく突き受けられるんですけどね。ハギステークス、まあこれは飛ばしていきましょう。次です。アルテミスステークス、1番人気 ビルシーナクラブはですね、4番人気凱旋フェムとなっております。本正面は1億の星っていう馬が一番20丸になってますね。全のロブロイ3区、ベルズランド天のタイタニック3区となってます。ダイジェストいきましょう。東京2歳牝馬限定かな、これ G3 アルテミスステークス、芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アイスフォーリス先頭、外から勢いよくビルシーナ、ここで先頭変わりました。先頭はビルシーナ、リードは2馬身から3馬身、残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。ビルシーナ強いな、これは強い。ビルシーナ、この馬で決まりか。ビルシーナ1着、ビルシーナ完勝、2着は凱旋、3着に1億の星、1番人気に応えましたビルシーナ、見事です。そしてスワンステークスにアマナーラホー登場です。一番人気はですね、アマナーラホーはクラブ馬凱旋フィート、凱旋ジェロも出走、アマナーラホーさくらさんは以外はみんな20万、リディルがですね、そしてそのさくらさんの本命は対抗馬と目されております。あとエーシンアポロンとかマルカフェニックスも有力馬じゃないでしょうか。ダイジェストいきましょう。さあ直線に入りました。これからの勝負、アマノアラフォー先頭、リディル来ている、リディルアマノアラフォー先頭、残り 200m を通過して、一騎打ち、先頭はアマノアラフォー、2番手はリディル、アマノアラフォー、アラフォー押し切りました。1着、2着はリディル、まずは前哨戦を制しましたアマノアラフォー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。さあ新潟牝馬ステークス、アマノフィッツ登場、1番人気
本誌は本命じゃない、本誌本命はオンザ東証となっております。ダイジェストいきましょう。新潟を牝馬限定オープン特別新潟牝馬ステークス芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オンザ東証先頭、さあ中を割って先頭へ躍り出た、先頭あと 200m アマノフィッツ意地を見せる。2番手はオンザ東証、まだオンザ東証頑張っている。なんとか勝ちました。アマノフィッツ見事1番人気に応えました。さあ、これは秋の天皇賞となります。秋の天皇賞天の下戸戦記はじめ3頭出走、2番に3番人気までを上位占めております。いいですね。 AC フラッシュが4番人気、そしてクラブはビクトアルピサーが5番人気、トゥーザグローリーとか凱旋ヘルシオナも出てますね。その、ゲド戦記が本誌本命1番人気、アマノハウルが続く形になっていて、ビクトアルピサーやアーネストリーもまあまあ印がある、マノブラックやエシフラッシュも収支があるっていう状況です。ピクトアルピサも要注意ですね。さあ、3頭出てますがマノハウル以下は戦法を変えられます。これでいいでしょう。ではレース行きましょう。秋の中距離王決定戦天皇賞秋東京競馬場芝 2000m で行われます。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のサンライズマックスゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。天の下戸戦記前に行きそうです。続いてアーネストリー、うん、先手を取りました。並んで3番アマノハウル、これに続いて東方アラン、すぐ後ろにエーシンフラッシュ、黄色の帽子トゥーザグローリー、その後ろその横にローズキングダム、内からは凱旋ヘルシオ、その外にペルーサ、その隣にビクトワールピサ、その外からネバブション、凱旋セキヘル、そのうちに続いています。並んで5番バイネルキッズ、ダークシャドウ、この馬もこのグループ、その外にサンライズマックス、並んで最強王者アマノブログ、すぐ隣にベストメンバー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。冒険期を通過していきます。さあ先頭はペルーサ、まだ粘っています。東方アラン、ほとんど差がありません。トゥーザグローリー、3番手天の下戸戦記、この位置から届くのか。ペルーサ先頭、外から勢いよく、さあ外からも来ている、タグマ先頭、内からぐんぐんとトゥーザグローリー先頭、最後の追い比べ、先頭は大激戦下戸戦記だが、通過して天のブログ抜けた、ブログだ、2番手は天の下戸戦記、先頭は天のブログ、1着でゴール、2着にはどうやら天の下戸戦記、これが世界の実力だ天のブログ。ブログ復活みたいな感じになるんでしょうか。ウィニングランです。
3番人気でしたね。ブログそしてカシオペアステークス型のツイッター登場です。型をツイッター一番人気2歳ですね。これは2歳じゃないか3歳かコバか。ダイジェストいきましょう。京都オープン特別カシオペアステークス芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防。オリーブレイブン先頭2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m を通過して肩のついた先頭だ。2番手はオリーブレイブン。肩のついた差を広げる。勝ちました。強い強い肩のついた圧勝ゴールイン。2着は微妙です。これは物が違う肩のついた。キザレベルアップ。さあハヤブサとイクメンが入級してきましたね。4頭か。牛欧州が2頭武豊いずれも鞍上です。あの方がキャンキャン。またローテ決めですが、ここで少しお待ちください。2分ほど離れます。
はい、お待たせいたしました。では再開いたします。はい、再開いたします。ブエナビスタか、まあ、ここは勝つことできたんだけどな。互角か。自分は11勝してるからもうニコニコは大丈夫なんだ。ポピの機種いいですね。ジェンティル女だ。まずそのジェンティル女が今週出ますね。状態はいい。 AKB はトースポか2歳ステークス、まあいいんじゃないでしょうか。海外出てもいいかもしれないけどな。でもまああんまり出るレースがないんで、これはこれでいいんじゃないかな。ダート走れないんだけど、走れないからな。ヘビロテが福島2歳ステークスか。まあつまり重賞出てもいいんだけどな。女子会がファンタジー、重賞初制覇に挑みます。ハリエッティが射菊賞、ゴルシがいきなりもうクリテリウムドサンクルで、天野はやぶさが血統なんだ。あ、ディープインパクト産駒なんだ。母天野ロンバケということで、板橋騎手か。板橋って誰？あ、年齢49歳はちょっとな、さすがにないので、内パク乗せましょう。で実際のレースを内パクに変えておこう。騎乗できるなら。ちなみに今かぶるところは滋賀マイルハンデがかぶるけど、11月4週はどこがかぶるんだ。オーケンブルースリーか。岩田騎手か。普通岩田騎手でいいんじゃないの。岩田騎手そのまま乗っけましょう。で本当にこの距離でいいのか。まあいいのか。9勝目ですね、カナディアン国際取って。でもう一イクメンが、あ、その前にハヤブサ芝か。でこちらも芝。直近は吉田豊か。まあ吉田豊かでいいんじゃないか。36歳なんだな、吉田豊か。秋華賞を取ってエミレーツに今週挑む。ヤマガールは
まあいいんだけどな、まだ G3 勝だからな。アメリカンオークスまず出よう。でもジャパンカップじゃないよな多分。ハリウッドダービー。のDプラスしかないのか。よくこれで牝馬限定中心とはいえ勝てたな。もう3勝してるんですよね。信じられないが。調教方針はスピ。いや違う。調教方針はスピード。スピード以外はほぼ完璧なんですよね。 D プラスはちょっと辛いな。やっぱりスピードいりますからね。で、蓮舫はエリ城距離はちょっと長いな。エリ城出すんだったその前にちょっと疲れが心配ではあります。ターコイズ出しましょう。チャレンジカップまあいいんじゃないでしょうか。オルフェーブルアリマまあ順当かな。アリマはちょっと調教的にどうなのか。まああえてアリマ出さずにこっち出すっていう手もあるな。香港バーズオルフェーブルいるからな。あ、いや、オルフェーブルが、ん？あれ？いや、オルフェーブルはじゃなくてこれ、香港バーズ。お、に竹豊を乗っける。で、フランケル。アンケルはマイル CS。 距離はいいんだけどな。あーでもまあ問題はどの馬が出てるか。送り人とかブラックキャビアとかは距離が合わないから我慢してもらわないといけない。他ツイッターもいるけどツイッターは無理だろうからまず送り人ブラックキャビアは我慢ですね。ブルーリットブラックキャビア。送り人は早熟なんだ。うん。なるほど。まあでもカレンちゃん出してあげたいですよね。どっちみちそうであれば
セナー杯かなと思ったが、賞金これかかるからこれ行きましょう。送り人はただし武豊じゃない。和田龍二あたり、で送り人とあとブラックキャビアもですね、マイル言うけどやっぱマイル無理ですね、距離が長い。これはダートか。出しゃいいのかがわからないけどな。このレース出してみよう。これであとツイッターぐらいだもんな。でツイッターはこんなとこ出さない。カシオペア取っただけでまだ早いよな。段階踏まないと。言ってもどのレース出しゃいいんだろう、迷いますね。想定内がいるのか。アンドロメダ、ツイッター結構賞金稼いでるんですよね。まあキャピトル出したろっか。で、iPhone が AJCC。 ちょっとやっぱり心配ですね。性格が臆病だし、ノーライは改善されたとは言うものの、1200の2100牝馬限定。11月の4週以降、2頭いるのか、トゥルースもいるし、初音ミクもいる。初音ミクは発症してるから、初音ミクはちょっとおろそう。先手なんか出てたよな。あ、出てない。ただカンフォードクリフスはちょっと強いな。ちょっとここで勝つってのは無理だと思う。わあ難しいな。そばにいるねとかいるからな。クラックハンデはちょっと、ダートが合わないんで出れない。ターコイズ、距離が長いな。 AJCC はエントリーアークってどうやったっけ。まあいい、海外か。送り人が
ブルーレイ距離がこれは長い、なんもなんでもやめといた方がいい。ダートも行けるんだってことは、ちょっとはめ込むレースがあって、ここじゃなくてここです。ここのクラークハンデにはめ込みましょう。でもダートはマイル勝ってる馬いるから安心できひんよな。で、これはやめ。で、アラフォーがチャンピオン。チャレンジカップか。ツネミクは発症してるんでメイトリアークにはもう出さない。ちょっとここ挑ませるのは、ここメイトリアーツネミク挑ませるか。まあブエナビスタあたり挑ませてもいいかもしれないな。ブエナビスタ2000でもいいけど、ザッカーで枠印象ヒーローがチャンピオンズカップ、ダートも行けますからね。つぼみがニカステークスまでレース開くんだけど、それはちょっとないわ。1008でもいいんで出さなきゃダメです。浦和とか出れるよな。浦和出す？浦和は不良素がいるからな。あと疲れがちょっと溜まってるのも良くない。これ行こう。持つでしょう。イナバウアーがエリジョ、エリジョは合うか。エリジョ別にいいとは思う。問題は他に出る馬ですよね。イナバウアー以外何が出るか次第だろうな。フェイト、キャンキャンは確かにチャンピオンズカップ出ることはできるよな。ゲド戦記も同様。ただゲド戦記12勝なんで、あ、チャレンジカップか。でスマートハルコンも当然出たいとこって言いつつ、キャンキャン、スマートアルコンどうしよう。フラワー出そう。オーケンブルースリーはジャパンカップでいいと思います。でブログも、あ、ブログちょっと放牧しないとダメだ。16の2400か。
ちなみにこれは出てる、まあオルフェーブルがいいのか、まあジェシーって何が出てんだっけ。ああそうや、ブログとオーケンブルースイだから、まあどっちも出していいよな。想定内がペーソナも、チャンピオンズカップは出さざるを得ないだろうな。でもちょっと待って、ペーソナちょっと調子落ちてるね。こっちは花盛りがいいのか。シワスはハンデ戦、ハンデなんか言われなかった。では行きましょう、ネクストです。メルボルンカップ天野ニコニコです。一番人気129、オブパッチし当選上段、クラブはですね、当選上段は先方は差しってことでレースです。フレミントン競馬場 G1 メルボルンカップ芝 3200m 長丁場です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフライトファーロー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフライトファーロー、花に立ちます。その後ろからはナイトオブパッシジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはグリーンムーン、漆黒の馬体、マラグーティマー、その後ろフライトファーロー、先手を取りましたシューティングソーラー、それに続いています赤の帽子、中段やや後ろっていうところですね。この馬もこのグループ、これに続いてゴームリレーションズ、後ろからの競馬になりました。天野ニコニコ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。これに続くのが当選上段、並んで16番フライマイアン、すぐ後ろにドゥーナデル、このあたりで各馬第1コーナーにかかります。ミーズナー、そのうちに続いています。その後ろにエフィシエント、その隣にグッドネスロケット、最後方にグリーミングコメディ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度9番フライトファーロー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはグリーンムーン、並んで15番マラグーティマー、大きく離れましたタックドボアストロン、好位置をキープしています。天野ニコニコ、シューティングソーラー、すぐ後ろ、その外にフライマイアン、内からは4番手上がってる、その後ろにゴームリレーションズ、並んで G1 馬カプストポンダー、すぐ隣にルーナデン、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ミーズナー、それに続きます。すぐ後ろに当選上段、その後ろにエフィシエント、並んで7番グッドネスロケット、しんがりからグリーミングコメディ、もう一度先頭に戻りましょう。9番フライトファーロー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、グリーンムーン、それに続いています。並んで15番マラグーティマー、そして大きく離れてタックドボアストロー、この位置です。好位置をキープしています。天野ニコニコ、先頭は依然として残り 600m のところですね。2番手はグリーンムーン、マラグーティマー、3番手最強王者天野ニコニコ、さあニコニコ、こっから仕掛けていこうとしている。マラグーティマー先頭、内から天野ニコニコ先頭、マラグーティマー追いすがります。残り200メートルを通過して、さあ外もいい勢いだが、先頭は依然として天野ニコニコ、粘れるか、タックドボアストロン、なんか来ている、ライトオブパッシジ、いや粘った、ニコニコ着、なんとか粘った、ライトオブパッシジ、3着にタックドボアストロン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ライトパッシジもが2着、エミレーツステークス片野慶恩一番人気となります。112か、
3歳以上。ショッキングは強い、インドレッドあたりが強いよな。他ハーバースサイレックスとなります。まあ、前は有利なんで2駅も狙えますね。レースです。フレミントン競馬場 G1 エミレツステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ショッキング、これは好スタート。フィオレンテ、ダッシュがつきません。ダッシュよくショッキング行きました。続いて前へ行くのはカタノケイオ、さらにはダイヤモンドボヤージ、1番クルーズビュイソン、その後ろ大方の予想通り先頭に立ったのはカタノケイオ、少し間が空いてイルドレッド、これに続いてディセプションテラビス、並んで漆黒の馬体テイクアデザート、その外にウィンキングダイナスティ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。バッファローグロット、それに続いていますフィオレンテ、上がっていきました。ピンクの帽子ハーバーサイレックス、その後ろヒューモアビーチ、それに続きますマダムクレス、すぐ後ろ、その後ろにネームブライト、その後ろにファーローシルビア、最後方にアフターザリン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、依然として13番カタノケイオ、この馬がペースを作っています。さあ先頭は依然として先頭ですね。カタノケイオ、ショッキング、ほとんど差がありません。イルドレッド3番手、ショッキングがマークしている。さあここから加速がどうなるか、急に加速する場合あるからな。内で食い下がるショッキング、カタノケイオン先頭、ショッキングは差が詰まらない。他も来てないな、大丈夫だ。このまま押し切るか。2番手はフィオレンテ、押し切りました。カタノケイオン1着でゴール、2着はフィオレンテ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いい粘り腰でしたね、カタノケイオン。さあ、KO 杯2歳ステークスにジェンティールノンナ出走、一番人気となります。さあジェンティルオーナーグリグリです。2番手にフライトラインがつけるような構成ですね。ダイジェストいきましょう。東京 G22歳 G2 KO 杯2歳ステークス芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、ドラゴンハーツ先頭、ジェンティルドンナ先頭、引き離しにかかるレオアクティブ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 後続を引き離しにかかります、安全圏でしょう。先頭です。このまま押し切るか。2番手はブライトライン、ジェンティルドンナ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はブライトライン、ジェンティルドンナ見事な勝利です。これ重賞初制覇かな、ジェンティルドンナは。ファンタジーステークス天の女子会ですが、8番人気はちょっと厳しいかな。白三角1個、まあ芝戦勝ったばっかりだからな、だからこれしんどいんだろうな。ダイジェスト4コーナーをカーブして、さあこれからです。いや女子会来てるよ、先頭
外から天の女子会エピセアローム先頭残り200メートル悪くないかも。あーでもここまでかな。いやまた伸びる。女子会先頭に出た。勝ちましたね女子会。1着2着はエピセアローム。勝ったのは天の女子会エピセアローム。わずかの差で勝利を逃しました。これ重賞の、あ、重賞かファンタジーは重賞初制覇天の女子会。しかも本格化はこれからってことでまだまだ伸びしろありますね。そしてアルゼンチン共和国杯ですが凱旋大振りこれ飛ばします。1時間43分か開始後。さあ、デインドリームっていうのが結構有力馬かな。アイルランドオークス取ってたり3歳馬ですね。あ、ライバル馬になってるのか。シャレーターが G1 取ってない、そんなに強くない。サーリンクは G1 1勝馬、ロワイヤル賞を取ってますね、まあ、そんなに強くないメンバー。デインドリームから敷いてあげれば。さあエリザベス女王杯、海外はクリテリウムドサンクリゴールドシップ、果敢に海外 G1 挑戦です。エリザベス女王杯アマノイアバーワーですね。イナバウアートップ。イナバウア一強ムードどうでしょうか。まず女子会が中距離ってどのぐらいの距離なのかな。まあとはいえ挑戦する価値はありますね。でもやっぱりジェンティル女の方が強いんじゃないかな。16の2600か。でニコニコ、まあ全然有馬記念文句ないでしょう。でブエナビスタちょっと長いな有馬は。これ挑戦するぐらいだったら香港カップの方がいいと思います。香港カップルーラーシップもいますけどね。カレンちゃん、そうカレンちゃんなんですよね。そうでカレンちゃんをスプリントの方に香港スプリントに埋め込んであげるっていう流れですね。ちょっと武豊かこれは出さないってことで。ズニアッタはどうするかな。16の2200、まあ東京大賞典でいいでしょう。キャンキャンもグーもラキスタもまあみんな取りに行きたいよな。インサイトは川崎記念、まあ距離がな伸びた方がいいから。
でも3歳って確かレースあったよな。あるけど、これ山があるってし、ああ、これ。ピガサスワールドカップ、とりあえずここかな。ああ、でもスピードいいやから、ここに出しても多分勝てないから、カサキレンっていうのは妥当だな。スピード重視しているかかわらずまだスピードいいですからね。キスタこれねいいのか、いいんじゃないかな。グーは2着だからな、ちょい落ちるよな。距離はいいんだけどな、距離適正は。メンタル重視変更だな。8000か。分からん。でもここじゃないよな。ここだと多分勝てないと思うから、背に合った相手じゃ勝てないからな。まあここかな、まずは。直近のかぶりチェックを行って、かぶりがないから大丈夫。展望見てみよう。前デインドリームだな、ここでも。ゴルシーは有力馬、有力馬、最有力馬じゃないんだ、ゴルシー。あ、まあ2歳馬だからな。イナバウアー、じゃあダンシングレインの方が上ってなってんだ。まあ海外から来てる馬だからな。ジャスタウェイが出てきますね。で当選ラーということで、ダノンレジェンド、じゃあ行きましょう。ネクスト、クリテリウドサンクルゴールドシップですが、7番人気か。初の海、いきなり新馬買って初の海外なんで、そりゃそうだよなとしか言いようがない。ダイジェスト行きましょう。サンクル競馬場2歳 G1 クリテリウムドサンクル芝 2000m です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はソリストハンター、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってどこまで伸びてくるかですね。あの白い帽子が大外にいますが、ウェーディング追い上げてきた、ウェーディング抜けた、ウェーディング先頭、ウェーディング先頭だ、ウェーディング4着かな。体勢有利、じいじいとは伸びてきてるんですけど、伸びきれなかったよな。精神面が疲労は分かってる、安定性がない分かってる。武蔵野ステークスクラブは凱旋時かけ1番人気、凱旋ジュピター2番人気。1番人気凱旋時かけですが、2番人気凱旋ジュピターの方が本種本命となってます。これ重賞ですけどね。アンペアっていう馬が3番人気か。ダイジェストいきましょう。東京 G3、 東京中日スポーツ杯、武蔵野ステークス、ダート 1600m、 マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネルクロード先頭、内からナイキマドリード、外から凱旋ジュピター、マイネルクロード先頭、外から勢いよく凱旋ジュピター先頭、残り 200m を通過して、2番手は凱旋時かけ、凱旋ジュピター先頭だ、凱旋時かけ、大激戦のゴール前、これは写真判定です。外有利だよな。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度一応見ますが、外かわしてるように見える、かわしてますね。次です、デイリー杯2歳ステークス、ジャスターウェイか。デリーハイ2歳ステークス、ジャスターウェイ出走、1番人気クラブ馬ですね。重賞すでに新潟2歳ステークス取ってるやん。そして本正面はオリーブセカンドか。ダローネがあたり、ダイジェストいきましょう。京都 G2 デイリー杯2歳ステークス、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダローネが先頭、外から勢いよくジャスタウェイ、ここで先頭変わりました。先頭はジャスタウェイ、残り 200m を通過して、後方から一気にオリーブセカンド、ジャスタウェイ強いな、段違いの強さです。2着は微妙です。ジャスタウェイ見事な勝利です。そして福島2歳ステークス、天の平美王手、ダントツ1番人気グリグリです。対抗になるのはストレートガールですね。これは実績のある
有名な馬です。マコートリバーサル、ハナズゴール、ビューイチアスって言ってますね。ダイジェストいきましょう。福島、2歳オープン特別、福島2歳ステークス、芝 1200m の電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか、ね、天のヘビロテ先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。粘りそう。2番手はストレートガール、天のヘビロテ、この馬で決まりか。引けました。天のヘビロテ強いな。2着はストレートガール、3着にアドマイヤビーロ、これは桁外れの強さだ。天のヘビロテ、オープン特別、ん？悪い癖、気を抜いて空を使うっていうパターンですね。先頭に立つと遊んでしまうっていう感じで、まあ、賢い馬ではあるんですけどね。さあ東京のオーロステークスは凱旋筑波駅が登場です。イルドシルビアと争う形かな。ダイジェストいきましょう。東京オープン特別オーロカップ芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。コスモセンサー先頭、2馬身から3馬身のリード、天馬ソート2番手、手応えはどうか。凱旋筑波駅まだ後ろ、この足色では厳しいか。残り 200m を通過して、外を伸びているが届かないだろう。あ、いや、いいスピード。あ、わずか弱なかったか。コスモセンサー凱旋筑波駅、わずかの差で勝利を逃しました。さあ、エリザベス女王杯です。1番人気アマノイナバウアー、2番人気ホエールキャプチャーとなっております。ホイールキャプチャークラブ馬ですね。秋華賞2着馬、そして三冠を阻止されたホイールキャプチャーですね。イナバワが立ちふさがるということになります。で、赤スノーヘアリー、レイブディゾールらも出てきます。レース行きましょう。秋の古馬、そして3歳含めた牝馬決定戦、エリザベス女王杯京都競馬場芝 2200m で行われます。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。おっと、チーフズポリマ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に天のイーナバウアー入ってゲートイン完了です。スタートしました。プロビナージュ好スタート。いや、まあまあ悪くないスタートやったね。いいダッシュスタート。来ました。続いて前へ行くのは天のイーナバウアー、さらにはダンシングレイン、古豪天馬バトル、その後ろ先手を取ったのはダンシングレイン、セーフリート、それに続いています。すぐ後ろにサンズファンシー、内からはレイブディソール、その隣にホエールキャプチャー、その横にメジロヒロイン、チーフズポリマ、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、マルセリーナ、それに続きます。内からはサイレントレイン、その外にレインボーダリア、内からはヤマトマリオン、メジロキーンランド、すぐ後ろその後ろにサンテミリオン、並んで7番スノーフェアリー、しんがりから凱旋ルックへ 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。前はダンシングレイン、2番手はプロビナージュ、
天馬バトル3番手天野イーナバウアーぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダンシングレイン、間が空いてコロビナージュ、並んで天馬バトル、サンズファンシー続いています。内からはチーフズポリマ、天のイーナバウアー、外ですね。その外からはマルセリーナ、その外からはレインボーダリア。4コーナーをカーブして、さあもう先頭先端に取り付いているイナバウアー。ここで先頭に立った天のイーナバウアー、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した、これは勝ったでしょう。スノーフェアリー天野イナバウアー、この馬で勝ちました。天野イナバウアー1着、天野イナバウアー完勝。2着はスノーフェアリー、これが世界を制した実力だ。天野イナバウアー、ウィニングランです。ホイールキャプチャーとかスノーフェアリーらを破りました。真の女王マノイナバウアー。さあ天野想定内福島記念に出ます。一番人気グリグリですね。2番人気はマイネイザベルと凱旋ダイヤパールクラブワンを出てきます。ダイジェストいきましょう。福島 G3 福島記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。マイネイザベル先頭、届かないや。マイネイザベル先頭、凱旋ダイヤパール迫る。凱旋ダイヤパール3着までか。2着にはどうやらマイネーサベル、見事に勝ちました。凱旋ダイヤパル天野想定いない敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。力不足かな。クラブはですね、凱旋ダイヤパルは クラブバと対決もやるのか。さあ今回はマイルチャンピオンシップフランケルが挑みますね。安川って誰だ。あでも悪くないジョッキーだよな。グランプリボスやるインパクト、あれ出てこない。バグかなこれ。ですよね、フランケル出てこなかったけどカンストしてんのかな、強さが。まあ、そんなに強い馬いないかな、大丈夫でしょう。スタート。もう天野アイマックが8位なんだ。でジャスターウェイですね。
マノ AKB がトースポ杯2歳ステークスとなりますが、5億近くの差つけてるか、なんとか逃げ切れるかな。さあ、違うわ。ゴールドシップは残念。まあ特殊層特別か、まあどっちかといえば万世だからいいんだけど、ジャスタウェイいるんだな。格上挑戦だけど行くしかないや。シーケッシュじゃなくて、岩田騎手でいいや。あ、そう、岩田騎手だと被っちゃうんだ。じゃあ輪島騎手かな。いや、いいジョッキーは乗せたいからな。ハンカツ、チンチウーナーが、ヘビロテは2歳ステークス勝ったんだが、次の重賞制覇をいつするかだよな。でも確かにフィリーズレビューあたりまでないんだよな。購買ステークスとかレースあることあるんだけど、いざ重賞となると選択できるレースが少ないな。牝馬だからまだマシっていう感じやけど、まあ、マーガレットステークスあたりに出ときましょうかって思った。12月1週だったら購買ステークス、これに出しましょう。で、これで決定して2週放牧。うん、阪神カップか。阪神カップね。これだったらもう中山金杯とかかな。いや、中山金杯よりは京都金杯の方がいいや。リーナ・バウアーが2400、微妙に長いよな距離が。12勝。2周放牧して考えよう。でも有馬じゃないような気はする。
ベイナビスター方向カップだろうな。方向4レース全部出るっていう感じかな。そうだろうな。初音ミクが方向マイル出るからね。はい、ということで、こんなところですね。ウィニングポスト9-2021、ライブ配信をお届けいたしました。今回は、11月を2週までですね。11月を3週いや2週前ですね、次回が11月を3週からということで、うまくいったら12月を3週までいければなというところです。そしたら次の週は年越しになりますからね。ということで今回ここまでと したいと思います。ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そしてアーカイブ YouTube にもアップロードいたします。プレミア公開3月25日あさって21時予定しております。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネルプレミアライブ Today's After My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。最後に Twitter、 旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォローリポストいいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。